リオババの芝コース1400m 戦と17番のフェーレンベルク一旦後ずさりしました。もう一度後ずさり、しかし今度は収まりました。ゲートイン完了、スタートしました。真ん中で9番の湘南アキーム好スタート好ダッシュ、並んでいった8番パダノベレタ、この2頭がまず並んでいきます。外からは16番のサンライスグレート3番手に上がって、そのうちは12番フォーカルフラワーかわして17番のフェーレンベルクも前へと上がっていきました。馬群の中7番のエコロマックスが行って、あとは1馬身半6番北のレーニア、これを追って14番のオゾナリ3コーナーカーブ、2馬身馬群切れました。3番コンスピキュアス中段の外、そのうちは10番のラビアンムーンが追走で3、4コーナー中間1馬身半がいて、15番のシャイニーヤマトが行きました。そのうちから5番のエクセルウェッジが接近、外は並んでいった2番のトゥルーキーの3、4コーナー中間後方にかけて13番フェアリーパイン、あとは1馬身半がいて4番のウィーキャンファイト、最後方1番のマリノフェアレディ、第4コーナーカーブに入って前は1段、今度は16番サンライスグレートわずかに先頭か、そのうちは9番湘南アキーム並んで直線に入りました。外は17番のフェーレンベルク2頭を追って3番手、そのあと1馬身半12番のフォーカルフラワー、さらに外今4番手広がって、これらの間を狙って7番のエコロマックス、さらに外から3番のコンスピキュアスが鋭い足で追い込んできた。さあ今度は外目12番のフォーカルフラワーが先頭に変わったか、さらに外から3番のコンスピキュアスが追っている、最内を狙って10番のラビアンムーンが追い込んで、外からは15番のシャイニーヤマトが追っていますが、さあ前はわずかに12番のフォーカルフラワーか、フォーカルフラワーかゴール、3番のコンスピキュアスと並んで接戦、これに外15番のシャイニーヤマト、これが3番手です。12番のフォーカルフラワー押し切りました。3番のコンスピキュアスずらっと横に広がった中、外目から追い込んだこの2頭の競り合い、12番のフォーカルフラワー制して2着3番コンスピキュアス、さらに外から追った15番のシャイニーヤマト3着。